カ越ツ志望カエ氏、某一月明治四十一年十月三十日は、日本の政治家。熊本藩士の子として、日後国拓馬氷本山村に生まれ、横井昌南に支持した。その後、宮部帝蔵に従って、尊能運動に参加。たびたび上京して、橋本左内坂本龍馬、西郷隆盛らと交わった。明治維新後、 熊本藩は新政府に反旗を翻そうとしているとの、権威をかけられたが、志望が長崎に赴いて、知事の沢信義に釈明して事なきを得た。明治3年5月、民部省に出資し、7月に大倉省に移った。9月に伊沢県第三次に就任し、その後、熊本県小三次、八代県県三次を歴任した。明治六年、白川県県三次となるが、 ご礼の安岡良介と対立し、のに下った。官を辞して、あとは本山村の辞邸で、広取校という洋学校を開き、内田高斎林田亀太郎、亀井秀三郎らが学んだ。また、政治事業や政茶事業も起こしている。明治12年、熊本県会議員に当選し、翌年に議長となった。明治15年、山田武保、前高頭しらと共に、 九州改新党を結成した。明治20年には九州鉄道の設立発起人に名を連ねている。明治26年衆議院議員となり一期務めた。明治41年10月30日脳一血により仙田谷屋の自邸で死去した。ありがとうございます。